この顔も嫌だな。それはもう。柳、本当に送ってた。いろんな角度で脱がされていく先輩が。こんな素敵なお裾分けをもらえるなんて感謝の極みよ。これ少ないけど。お金の使い方はよく考えた方がいいと思うしよ。柳ちゃんと分けたら少ないわよね。よく考えて、それか。業績を伸ばす努力が好きなの。先輩のパンイチ写真にお金出すのが本当にアミさんの正しさなんすか？そうよ。私の趣味と花ちゃんたちにお礼がしたいのとはジャンル違いの全く別問題だから。ほら、桜井くんの取り分を忘れてたわ。本当余計な気を回すっすね、先輩。昨日のことだけど、なんも覚えてないんだけど、なんか失礼なことやらかしてたら、だからほとんど記憶ねえって。ちょ、マジで何これ、いろんな角度で脱がされていく俺が。こんなんなら思い出さない方がいいのかもしれない。今ここで脱いで再現してみたら思い出すんじゃない。結局はいつも通りかな。じゃあ先輩、お疲れっす。お、気をつけてな。